ブラックヒルズ戦争は1876年から1877年にかけて数族の領土にあるブラックヒルズの近郊を占領するため合衆国が和平条約を破って数族、シャイアン族、アラパホー族インディアンに行ったインディアン戦争。リトルビッグホーンの戦いでインディアンたちがカスター中佐と第7期兵隊を全滅させたことで知られる。 拡大する一方のアメリカ合衆国の植民地は19世紀初頭にミズーリ川を越え西部に植民地領土を広げつつあったがその障害となったのが原住民インディアンたちの存在だったトーマス・ジェファーソンに始まる米国大統領たちはインディアンを絶滅させその領土を合衆国のものとするためインディアンに合衆国が指定保留した 保留地に条約をもとに強制移住させ、その領土を割上させるという保留地政策を推し進めた。合衆国は旧部族から1万人を集めた1851年のララミートリデ条約でインディアンの保留地を設定した。保留地には、米軍の駐屯所である取りが置かれ、インディアン管理官の管理のもと、領土と引き換えにした年金が、 保留地のインディアンたちに配給される手はずだった。しかし、その民族浄化政策はインディアンたちの反発を生んだ。その中でも、最大の抵抗勢力は一大模略奪部族である、スー族だった。レッドクラウド戦争の後で合衆国は、スー族と1868年のララミートリデ条約を結び直し、スー族や、周辺の平原インディアンの生産である。 ブラックヒルズを含む今日のサウスダコタ州のほぼ全域を白人の審判の許されない数族の不可侵の領土と確約した。この条約は締結後数年で合衆国自らによって破られた。ブラックヒルズには白人たちが喉から手が出るほど欲しがっている金をはじめ地下資源が豊富だったからである。米軍のジョニー・スミス大佐はブラックヒルズについて 唯一価値ある場所と述べ、まさにそこから、数族の絶滅が始まるに違いないと結論付けた。1874年、連邦政府は、ブラックヒルズを調査するために、不可侵条約を犯し、カスター遠征隊を派遣し、数族の反発を呼んだ。カスターは、ブラックヒルズにはブーツで蹴り飛ばせるほど近海が、ゴロゴロしていると大げさに発表し、 この金脈発見の知らせは合衆国中を駆け巡った。貴金属資源の存在は翌年のニュートン・ジェニー地質調査隊によって確認された。1873年の経済恐慌によって食い詰めた白人たちは金を狙ってララミートリデ条約を侵犯してブラックヒルズ内に殺到した。当初米軍は金の採掘者たちを締め出そうとした。 1874年12月には、アイオワ州、スーシティからやってきたジョン・ゴードンに率いられた、単行者たちは、米軍の警戒をすり抜け、ブラックヒルズに達して、3ヶ月後にやっと追い出された。しかしこのような排除策は、ユリシーズ・グラント政権に対し、数族から早く、ブラックヒルズを奪い取るようにとの政治的な圧力を高めるだけだった。 1875年夏、数族の州長たちがワシントン DC に招かれ、グラント大統領はブラックヒルズをが州国に譲るよう説得した。この交渉は失敗した。その年の秋、インディアン管理所のそれぞれに和平委員が派遣され、数族との和平協議会を開いて、数族の指導者たちに新しい条約に調印させるよう圧力をかけることと、 なった。この時もブラックヒルズを手に入れようとする合衆国の試みは失敗した。西山ブラックヒルズに白人の手が伸びようとする危機感の中で、数族最大のバッファロー狩猟場を分断するノーザンパシフィック鉄道が建設され、数族の不満は高まる一方だった。合衆国はどうあってもブラックヒルズの近郊が欲しかった。しかし、 道産の所有権は合衆国自身が数族に対して条約で保障してしまっていた。合衆国は和平委員会を組織しブラックヒルズを合衆国に明け渡す新しい条約に署名するよう数族の指導者たちに要求した。だが数族は白人の命令に従わなかった。合衆国は均衡を手に入れるため合衆国に従わない数族ら。 野蛮な悪いインディアンを軍事力によって絶滅させることとした。合衆国の白人たちはインディアンの文化について根本的に勘違いをしていた。白人たちはインディアンの州長を部族を率いる指導者だと思い込んでいたのである。しかし完全合議制民主主義社会であるインディアンの社会では独任性の主張や部族長は存在しない。 部族の指導者だと白人が考えている、州長は実際は朝廷者であって指導者ではない。インディアンの戦士は各々個人の判断で行動するものであって誰かに指図されるような存在ではない。白人が考えるような軍事指導者や戦争州長は実際にはインディアン社会には存在しない。インディアンの戦士団は集団であって 命令系統のもとで動くような、軍隊、隊ではない。しかし、州長を、指導者と思い込んでいる白人たちは、それまでのインディアンとの条約交渉でもそうで、あったように、数族に対しても、部族長大指導者と名約を結ぼうとした。彼らが、調停書に署名すれば、数族はこれに従うだろうと考えたからである。しかし、数族をはじめ、 インディアンの社会にこのような絶対権力者は過去にも現在にも存在しない。気前の良さを美徳としすべてを共有するのがインディアンの文化である。朝廷者である州長が紙に印を書いたから領土を明け渡せと言われて納得するインディアンはいなかった。和平委員会は言うことを聞かなければ我々の戦争州長が お前たちを殺しに軍隊をよこすと警告したが、これも数族には理解不可能だった。戦争宗長というものは、インディアンの社会には存在しないからである。数族は、名約を破り次から次へと要求を変える白人に、白人には一体何人酋長がいるのかと、不信を募らせる一方だった。インディアンの文化を理解していない白人の、 こうした思い込みによる力づくの和平は、インディアン戦士の怒りと不満を買うばかりだった。ジョージ・クルック・グラント政権は、外交手段では、ブラック・ヒルズが手に入らないと悟ると、白人たちは別の手を考えざるを得なかった。1875年11月初旬、ミズーリ方面軍指揮官、フィリップ・シェリダンショーに少々とプラット方面軍指揮官、ジョージ・クルックジュンショ相が、 ワシントン DC に呼ばれ、グラントや数人の閣僚と会見して、ブラックヒルズ問題を検討した。彼らは、陸軍が、数族の保留地から、白人の金採掘者を追い出すのを止めるべきであり、ブラックヒルズを、ゴールドラッシュの家中に置くべきとする合意に至った。さらに、インディアン管理所に出頭しない数族や、シャイアン族の中の、まだ条約を結んでいない部族に対して、 軍事行動に出ることも検討した。インディアン調査官のアーウィン・シー・ワトキンスも、この選択肢を支持する、報告書を提出した。私の判断の真の政策は、とワトキンスは書き、できるだけ早く、陶器であっても、軍隊を派遣して、彼らを叩いて従わせることだとした。1875年12月、インディアン問題委員会は、 ミズーリ遺跡にある指定保留地の数族代表者に対する次のような最後通告を行った。この地域のインディアン代理人たちは数族を敵に回すことを非常に恐れていた。彼らはまだ条約を結んでいない部族に伝令を送って1876年1月31日までに保留地の取り出に来るよう要求し、さもなくば 軍隊を送って攻撃すると脅すよう指示された。スタンディングロック保留地管理所のインディアン管理官は、この伝達を行ったが、雪深い真冬のこの時期に、このような、馬鹿げた要求に従うインディアンなど一人もいなかった。そもそもインディアンに、部族の代表などいないのである。シェリダン将軍は、このような考えそのものが単に時間の浪費だと、考えていた。 シェリダンはこう述べた。条約未締結の部族は会議の TP で合議を行った。オグララス族のソワバックバンドの戦士ショートブルは後に多くのバンドがタング川に集まっていたことを回想し晩年にこう語っている。1月31日に期限が過ぎると新しいインディアンが問題委員会理事のジョンキュー・スミスが シッティングブルの服従の何らの知らせも受け取っていない。まま、陸軍長官閣下の彼に対する軍事行動をすぐに始めるべきではないという理由がわからない。と記した。その上官の内務長官ザカライア・チャンドラーはこれに同意して、起念の要求は最もである。当該インディアンを陸軍省の名において制伐すべきだと付け加えた。1876年2月8日。 シェリダン将軍は、クルックとテリー各将軍に電報を打ち、敵対者に対する投機作戦を開始するよう命令した。白人たちは、シッティングブルを、数族を率いる、大指導者の一人だと考えていたから、彼の服従がまず数族征服の第一条件だと、考え、このようなやりとりを行っているのである。しかし、上述したように、インディアンの社会に、大指導者や、 代表者など存在しない。白人は架空の存在に対して怒りを燃やしているのである。白人の勝手な思い込みによってブラックヒルズ戦争という民族浄化が始まった。数族の代表者が合衆国の最後通帳を無視したため、米軍は数族の絶滅作戦を開始した。数族ら平原のインディアン部族はバッファローの群れを追って、 大平原を始終移動しており、大部隊を率いて、敵対部族を特定追跡するのは米軍にとって大変な手間だった。テリー将軍が止まっている間に、クルック将軍は、ジョセフ・ジェイ・レイノルズ大佐に6個騎兵中隊を与えて、遠征派遣し、約65の TP からなる数族の集落を突き止めて、3月17日の朝に攻撃した。 これが白人がブラックヒルズ戦争と呼んでいるインディアン絶滅作戦の始まりとなった。レイノルズの部隊は集落を占領して焼き払ったが、すぐに数族の反撃にあって撤退した。兵士数人が戦場に残されたため、レイノルズ大佐は後に軍法会議にかけられた。この時押収したポニーの群れは翌日にインディアンたちによって奪還された。 当時陸軍は、クレイジーホースを攻撃したと思っていたが、後の情報で、シャイアン族とオグララス族の集落であることが分かった。1876年晩春、米軍は再びインディアンに攻撃をかけた。エーブラハムリンカーン取から、テリー将軍自らが指揮する15個中隊、すなわち、カスターと第7機兵隊の12個中隊すべてを含む、 約570名のダコタ部隊が進軍した。ギボン大佐が指揮するモンタナ部隊はエリストリデを進発した。最終的にクルック将軍が指揮する第3の部隊がフェッターマントリデを出て北に向かった。これら3部隊の夏の遠征の意図は数族の狩猟場を包囲して数族を挟み撃ちにすることだった。6月17日、クルック将軍の部隊が 北方の数族を見つけ、ローズバッドの戦いと呼ばれる襲撃を行った。クルックは勝利を宣言したが、歴史家の大半はインディアンが、クルック部隊の前進を止めたと注釈した。クルック将軍の部隊は援軍を待って、数週間宿営地に止まり、米軍の作戦からすると重要な時期に、戦列から外れた状態となった。カスターと第7級兵隊は、 ザコタ部隊から離れて、ローズバッドとビッグホーン川警告を偵察するよう命令された。6月25日、この部隊は、リトルビッグホーン川西岸で、ス族、シャイアン族、アラパホー族の大集落を奇襲し、これに失敗して全滅した。クルック将軍は、第五期兵隊の補強を受け、再度インディアン攻撃に向かった。 テリー将軍の部隊と短期間合流し、間もなく単独行動に出たが、数族の大きな野営は発見できなかった。やがて物資欠乏のため南に転じ、有名な飢餓更新を行った後に、ようやく鉱山入植地について、食料を得た。9月9日、この部隊の全身部隊がスリムビュットで、インディアンの小さな野営を攻撃して、インディアンを虐殺した。 リトルビッグホーンでカスター隊が全滅した後、ウィリアム・シャーマン将軍は女だろうと子供だろうと野蛮な数族は一人残らず皆殺しにしろと全軍に命令し、これを受けた米軍は戦術の立て直しを行った。各砦のインディアン管理所の中屯部隊を増員し、その秋には大半を米軍の配下に置いた。砦のそばにいる白人に、 友好的なインディアンのバンドからは、抗戦派のバンドに渡らないよう馬や武器が押収された。1876年10月、米軍は、レッドクラウドや、レッドリーフのいる野営地を包囲し、指導者たちは、逮捕されて、短期間拘留された。白人は、インディアンの指導者たちに、抗戦派のインディアンたちを、彼らの野営地に迎え入れたり、かくまったりしないよう、 命令した。上述したように、インディアンには指導者などいないのだが、白人たちはあくまでも指導者だと思い込んでいる、インディアン個人にこうした要求を行っている。もちろん、レッドクラウドやレッドリーフは、白人が勝手に指導者だと思い込んでいるだけで、そのようなものは、インディアン社会には存在しない。何はともあれ、後に和平委員が各管理所に送られて、 数族にブラックヒルズを譲渡するという内容の新しい条約が調印された際には、レッドクラウドやスポッテッドテールら、数族から裏切り者、白人の回し者呼ばわりされている部族員が署名した。この署名とは、文字を持たないインディアンに印を書かせるというものである。彼らは、数族の長老会議に属していないし、 何の代表権もないが、白人側は、署名を得たのでこの条約は成立したものと白人の理屈で考えたのである。リトルビッグホーンの戦いの後の舞台増破の一環として、ラナルド・エス・マッケンジー大佐と、その第四騎兵隊が、プラット方面軍に転属となった。この部隊は、当初ロビンソン基地に駐屯し、 北部方面のインディアン集落探索隊の中核となった。11月25日、この部隊はワイオミング巡州でシャイアン族の大集落を襲ってダルナイフの戦いと呼ばれる虐殺を行い、合衆国はこの後シャイアン族をインディアン巡州の保留地へと強制連行した。これをきっかけにシャイアン族は北部と南部の二部族に引き裂かれることとなってしまった。 ネルソン・マイルズ米軍は、数族領土の中心地部核に軍隊を駐屯させる、計画を立てた。1876年の秋に、ネルソン・マイルズ大佐と、その第五期兵隊は、タング川沿いにアエイを設立し、そこから1876年から1877年の、冬の間に見つけた。 敵対的インディアンの絶滅作戦を展開した。1877年1月、ウルフマウンテンの戦いでは、クレイジーホースらが米軍と戦った。それに続く数ヶ月間、マイルズの部隊は、クリアクリーク、スプリングクリーク及びアッシュクリークで、数族を襲った。5月、マッディクリークの戦いで、レームディアたちのバンドとの小競り合いの最中にマイルズは、危うく戦死しかけた。 マイルズはなおも、絶滅作戦に取り組み、シャイアン族やスー族の、数多くのバンドを降伏させるか、あるいは、カナダへと追い出した。米軍が、軍事指導者たちが出頭を拒んだスー族や、シャイアン族に対する春の作戦行動を立てている間に、合衆国ではインディアンに抵抗を止めさせるために、多くの外交案を進めていた。白人たちは、 戦争には司令官が付き物だという思い込みから、インディアンたちの存在しない軍事指導者を探し出し、彼らと和平協定を結ぼうと躍起になっているのである。冬の時期に北部のインディアンに降伏を検討中の部族があるという噂があり、ロビンソン基地の指揮官は和平交渉団を派遣することにした。1877年1月16日、 レッドクラウド管理所から、オグララス族とシャイアン族の若者たち約30名が、危険な北への旅に出た。このインディアン和平交渉団ので最も知られた、メンバーに、有名な戦士ブレイブベアの息子で、後にジョージソードと呼ばれた、エネミーベートというオグララス族の若者がいた。交渉団は、パウダー川沿いで、クレイジーホースを見つけたが、クレイジーホースに、 幸福の構えはなかった。しかし、他のオグララ族の野営では、進んで伝言を聞く用意があり、真剣に投稿を検討していた。2月遅く、交渉団の一部は、シャイアン族の野営を探してそのいくつかに、和平の伝言をした。高線派の数族から、レッドクラウドと共に、白人の回し物と呼ばれていたブルーレス族の、スポッテッドテールも、 敵対的インディアンと会見するために和平交渉団に参加した。2月12日に約200名の交渉団がスポッテッドテール管理所を出発しブラックヒルズの東園に沿って北に向かった。この交渉団は間もなく小水売川沿いのショートパインヒルズ近くでタッチザクラウドの属するミネコンジュス族の大集落を見つけた。 タッチザ・クラウドたちは数日の競技後に、スポッテッド・テール管理所に出向いて降伏することに合意した。タッチザ・クラウドはこの後、保留地のインディアン警官となり、親友だったクレイジー・ホースの殺害に加わることとなる。スポッテッド・テールの交渉団は、リトル・パウダー川沿いに進み続け、ミネコン・ジ族、イタジプチョ族、オグララ族及びいくつかのシャイアン族と出会った。その中には、 ローマンノーズ、ブラックシールド、レームディア、およびファーストブルのような有名な戦士がいた。これらのバンドの大半も、スポッテッドテール管理所に出向いて降伏することに合意した。クレイジーホースは、ヤエイチにいなかったが、その父ワグルラは、クレイジーホースに、降伏の用意がある証として、交渉団の一人に馬を一頭渡した。マイルズ大佐も、タングバワエイチから、 和平交渉団を派遣した。石膏のジョニー・ブルーギアが以前に捕まえたシャイアン族の女性二人と共にリトルビッグホーン川沿いでシャイアン族の集落を見つけることができ、数日間競技を行った。ブルーギアの努力によりシャイアン族の大きなバンドがタング川やエチで降伏することになった。4月13日、有名なオグララ族のレッドクラウドをはじめ、 各バンドから参加した約70名による2度目の交渉団がレッドクラウド管理所から出発した。この交渉団は管理所に降伏のために向かっていたクレイジーホースたち一団と出会い彼らと保留地に戻った。シッティングブルは白人によって根拠もなく反抗勢力の首謀者扱いされた米軍の無差別虐殺と強引な和平交渉によって 1877年の早春にはかなりの数の平原インディアンが降伏を始めた。4月21日にはダルナイフやスタンディングエルクといった有名な州長が属するシャイアン族の大集団がレッドクラウド管理所で降伏した。彼らは翌月インディアン準州に船で連行された。タッチザ・クラウドとローマン・ノーズはスポッテッド・テール管理所に到着した。 クレイジーホースは5月5日にレッドクラウド管理所に投稿した。保留地に入場してくるクレイジーホースたちを数族同胞は完成で出迎えた。有名なオグララ数族選手のクレイジーホースはレッドクラウド管理所での規定よりも遠く離れた場所に TP を貼り数ヶ月を過ごした。米軍はクレイジーホースが逃げ出すことを恐れ9月4日に 野営を取り囲んで彼を逮捕したが、クレイジーホースはうまく抜け出して、スポッテッドテール管理所に逃げた。翌日、クレイジーホースとその仲間たちは、ロビンソン基地に戻された。クレイジーホースは司令官との会談を持ちかけられたが、連れて行かれた先は映像だった。クレイジーホースは抵抗したが、白人の保証によって、銃剣で視察された。数族の多くが、 ミズーリ川沿いやネブラスカ州北西部の各インディアン管理所に投稿する中、ハンクパパ族のシッティングブルと仲間たちはカナダ側に逃亡した。テリー将軍が彼らと交渉したが拒まれた。バッファローが枯れない冬になり、カナダのタブ族と揉め事が始まるまで彼らは故郷には戻らなかった。数族の大半は1880年から1881年に、 かけてキーを取り出とビュフォード取り出で降伏し、1881年夏に蒸気船でスタンディングロック管理所に送られた。合衆国はブラックヒルズ戦争という侵略戦争によって民族浄化に成功し、ブラックヒルズという金山を条約を破り力づくで結び直してついに手に入れた。以後、数族は保留地という収容所に押し込められ、 合衆国が保障した寸族の不可侵の領土は、切れ切れに引き裂かれていった。ありがとうございます。